そのために俺は戦う。ガシャッ、ブン、フルフルも入らない。はっ、勝手、うわー、まさかこんな強さが。よっべー。こんにちは、あずむんじゃです。今日はビルドの28まで初登場したタンクフォームの戦車形態をちょっと作ってみます。まずトランスフォーマーマイクロン伝説に出てきたアイアンハイドのこの下半身の部分がですね、この戦車モードにちょっと似てるのでこれ使います。ちょっと分解して上半身を取りました。これで、まあ、基本的にはこれに乗せればいいですよね。お、できました。あとは肩アーマーのちっちゃい戦車も前向いてましたよね。これにですねフルボトルバスターを戻せればいいんですけど、これガシャポンのやつ意外と大きかったんですよね。なのでちょっとこれとんでもないでかさですね。まあ、戦車の手法としては割と、まあ、ちょっと大きいですけどありかなとは思うんですけどね。ただいずれにしてもこれだとですねちょっと色が合ってないので青のガーウェイ車をちょっと上から貼り付けます。できました。まあ、青くはないですけど一応ここにぴったりはまるように作りました。というわけでこれで完成です。まあ、ちょっと後ろが長いですけどもうちょっとしょうがないですね。こんな感じです。うわ、ちなみにフルボトルバスターですがちょっと持たせるのは難しいんですけど、ここにつけることができます。これはこれでちょっと面白いです。というわけで28枚出てきたタンクフォームの戦車を作ってみたでした。最後まで見てくれてありがとうございます。いろんなおもちゃで遊んだ動画を毎日アップしているのでチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。